Hey guys! 皆さんこんにちは。シンガポールでサッカー選手をしています中村京雅です。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回は先ほども動画で見てもらったとは見てもらったら分かると思うんですけど、今回は水野さんからスパイクを提供していただいたので新色のレビュー会となっております。で、僕はモレリアネオ3ベータが好きなのでモレリアネオ3ベータをいただきました。モレリア3ネオベータとモレリアネオ3の違いは、ここの、なんていうんだろうな、足首周りのところが、ネオ3ベータの方がタイトで、ネオの方が少し緩くなっています。なので、モレリアネオ3ベータ少し履くとき、すごいタイトなので、少し履くのが難しいところがあるんですけど、履いたらすごいフィットして、タイトなんだけどきつくなくてフィットするので、僕はめちゃくちゃ好きです。でここも少し違っていて、で一番の違いは多分中敷きだと思っていて、これ見てみて分かるか分かりづらいかなと思うんですけど、すごいモレリアネオ3ベータはペラペラ、中敷きがペラペラで、どっちかというと軽量を推進しているのかな、すごいペラペラです。で、中敷きが厚いのが好きな人はモレリアネオ3を選んだ方がいいと思います。で、モレリアネオ3の方がここがもうちょい細いと思うんですよね。前履いてた時もうちょい細いと思うので、めちゃくちゃ自分にタイトに履きたい人はモレリアネオ3を選んだ方がいいと思います。こっちはどちらかというとネオ3より少しワイド、タイトなんだけどワイドで中敷きが細い。で、僕は、テープデザインソックスというソックスを履いてるんですけど、そのソックスが少し厚いので、厚いソックスが好きなので、で中敷きは薄いのが好きです。なんでソックスが厚いのを履いている人はモレリアネオ3ベータの中敷きがすごいおすすめだと僕は思います。でプレイしてみてすごくフィーリングがすごく良くて、自分のコントロール次第でどんどんスキルが上がるような感じになっていると思います。すごい、まだ2回ぐらいしか履いてないんですけど、すごいもう自分の足にフィットしていて、最初は結構タイトなんですけど、どんどん履いていくにつれて自分の足にフィットしていくので、その部分がモレリア、水野はすごいなって、とてもすごいなって思います。でカラーは僕めちゃくちゃ大好きな赤、黄色とか青とか赤とか、すごいカラフルな色がとても好きなので、今回のカラーめちゃくちゃ大好きです。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。いやー、2、3回しか履かないでもうめちゃくちゃ柔らかくなってるので、その代わりめちゃくちゃ柔らかくなったり、自分の履きやすいようにフィットするんですけど、雨の時とか、その濡れちゃった時、あとなんだろうな、濡れた時かな、特に濡れた時にしっかり自分でケアしないと、これがどんどんビヨンって伸びてって自分にフィットしないようになっちゃうので、そこはあんま自分でケアとかスパイクのケアとかしないなっていう人にはあまりおすすめしません。でもしっかり自分でケアして、自分のサッカー選手としての相棒をしっかり大切にしてくれる人が使うんだったら、水野はすごくめちゃくちゃいい相棒となると思います。僕はめちゃくちゃ大好きです。今までで一番大好きなスパイクになってます。どうでしょうか、皆さんもぜひモレリア3ネオベータがこれ、モレリアネオ3はここが違う、足首周りのフィット感と、あとどこが違うかな、ここの素材が違いますね。あと中敷き、特に中敷きで、モレリアネオじゃなくてモレリアも確か赤い靴出てるかな。モレリアネオ3とベータは赤い靴出てるので、めちゃくちゃ赤い靴、カラフルな靴、そしてフィーリングがあった靴をお探しの方はぜひこの一品を試してみてください。これはめちゃくちゃおすすめな商品です。じゃあ今回はこれでレビュー会を終わりにしたいと思います。皆さん今回の動画いかがでしたか、これからもたくさん動画 Vlog などシンガポール情報など載せていくので、皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた、バイ。